7月2日ニューヨーク、おはようございます。ただいま7時半、まだ朝起きてそのままです。今日から KD ボディライフスタイルチェンジプログラム始まりました。第一の課題はお水です。これを1日 1.5 リットル水嫌いの私にとってはちょっと課題でございますけれども、頑張ります。寝癖もそのままで申し訳ありません。でははい、こちら昨日ね、ケディキッチンで作った、グリーンジュース、これから飲みます。ですね、私このようにグラスに入れて、ストローで飲んでみるんですけれども、実はですね、マリさん曰くグリーンジュースは野菜そのまんまが、ギュッと凝縮されて、ジュースになってるそうで、野菜のねこう渋がね、着色として歯につきやすいそうなんで、私デンティストリーで働いてますのでね、コーヒーやねワインなんかもそうなんですけれども、着色が気になる方、ストロー等で飲むと着色しづらくなりますので、ただ年に2回のクリーニングはお忘れなく。朝からまたこのインチキパックやってますけれども、これはもうご愛嬌ということで、水に流してくださいね。ではでは、ブレックファースト見てくださいよ、このサラダ。ですね、グリーンジュースを飲んで、月曜日はねこれ、お休みなので、ラジオのねアップロードを終えまして、オンエアを終えまして、今だいたい10時ぐらいなんですけれどもね、サラダ、まあランチというかブレックファーストというかね、ちょっとまだKD キッチンのドレッシング作ってないんですけど、これはですね、オリーブオイルと、バルサミコと醤油混ぜたドレッシングです。しかもこのクルトン、昨日 KD キッチンで作ったものです。一応ね、スプリングミックスと、セロリと人参とケール入れてあります。いただきます。なんかいつもながら食いとかするんですけど、インターネット見たりね、それをしたらいけないと言われたので、食べ物に感謝して朝ごはんいただきます。野菜ばっかりだけだとちょっとなんか足りないわとか思ったけど、このクルトンのおかげでちょっと満足。いいねこれ。これおやつです。45分前にねサラダ食べたんですけれども、45分経ったらなんかねスナック食べてもいいっていうことがあったので、バナナ食べます。水嫌いの自分ですけれども、まだ水頑張って飲んでます。そしておやつ、こちら昨日 KD キッチンで、作ってきた、ジャムの残りをいただいたので、おやつとしていただきます。で、おいしいね、いいよね、甘いものいいよね。はい、皆様、本日ニューヨーク92度、摂氏で33度超えのニューヨークでございます。今日私はこの暑い中外にやってきたのは、
デデデデデン、ホールフーズ行ってきます。涼しい。もう家からホールフーズまで歩いて10分ぐらいなので、やっぱりロケーションとかコスト的にもトレーダー・ジョーズの方が私には都合がいいんですけれども、エクササイズも兼ねて家から10分歩いてまいりました。では行く。変えたわ。そば飲み変えた変えた、ホールフーズでお買い物いたしました。でねーん、いっぱいね野菜買いましたよ。ではでは、この暑い中また歩いて10分帰りますね。はいはい。ちょっとホールフーズデビューしたんですけれども、正直あの敷居が高いかなと思ってなかなか来なかったんですが、割といい感じ。なんかね気分が上がる。ちょっとセレブ気取りじゃないですけれども、しかもねそんなにね値段もね思っていたほど高くなくて、まああれだけ新鮮な野菜をねまあ買えるっていうので、意外に行ってみたら大丈夫だったぞということでね、感じでございますが、無事ホールフーズデビュー。ちょっとね戸惑ったところとかあったんですけれどもね、良かったですよ。じゃあクリーンな体目指しますので、じゃあねー。お乳のジューサー購入しましたよ。でこれは熱を加えないでジュースをそのまま作るというものなので、私これからジュース作ります。はい、これからグリーンジュース作ります。私選んだお野菜、もう見た目だけで選びました。この名前も知らない野菜です。ただ赤に惚れて購入しました。あとミントとセロリとパイナップルとレモン、あとジンジャーもどっかにいましたね。ジンジャーそこにいますね。では、あ、まずい。初のグリーンジュース作りなんですけれども非常にまずいです。こんな赤い派手な野菜を選んでしまったら怖い。ジュースの色が毒々しい。やばいなこれ、色が美味しそうじゃない。あーすごいの出てきてるし、どうしよう。ちょっとイメージのグリーンジュースというより明日からこれ飲みます。すごい、シーザードレッシング作ってます。わー、このミキサーまだ役に立つ。はいはい、ホールフーズで美味しそうなポークチョップの豚肉見つけたので、本当は牛肉使うんですけど、こんな感じでちょっと豚肉にアレンジしてみようと思います。昨日KD キッチンで牛肉を食べたので、2日続けて同じメニューっていうよりも豚肉食べたいなと思ってちょっと変えてみます。あ、いい感じですね。通常は牛肉とネギの生生姜醤油仕立てなんですけれども、私豚肉に変更した上に、ネギを、実は生ネギをね食べるのが好きなんですけれども、食べた後にちょっとね口の中がなんとも後味がねダメなので、生ネギ好きですが、ちょっとね食べやすいようにと思ってネギ一緒に炒めてます。ディナータイム。ではでは、昨日ケイティキッチンで習ってきたシーザーサラダ、ちゃんとドレッシング作りましたよ。クルトンはホールウィードのバケットが
売り切れだったので、次回また作りますけれどもね。これは昨日の KD キッチンのレフトオーバーですね。そしてこちらでれん、はい、牛肉と、ネギの生生姜ソイソース仕立てみたいなあれなんですけれども、昨日ケリーキッチンで牛肉でやったので、それをアレンジして豚肉を使ってみました。ではね、まずねサラダからね。あ、おいしいじゃん、やるじゃん自分。うん、あのちょっと昨日 KD キッチンかっこよくて、かっこいい盛り付けで食べづらかったんで、ちょっと言ってみました。うん、まず問題の牛肉を豚肉に変えたこのメインディッシュ、そば飲み買うのすごい大変でした。チェン、うん、おいしいおいしいおいしい。豚肉ちょっとあれかな、そばの実茹ですぎたかな、煮すぎたかな。うん、豚肉でもおいしい。うん、豚肉でもおいしいです。じゃあ1日目のケディボディ、結構グッジョブでしたね。ではではでは。